石田方も西国の調略を進めておるようだが、分があるのは吉川、小早川を調略したこちら。ウィリアム、大阪は華やかな町、お主にぜひ見せたいと思っておった。帝のおわす京にも近い。ついに大阪で家康様にお目通りがかなうぞ。表を上げ。霊が見え怪を切るというのはまことか。君子怪力乱心を語らずじゃ。花からそのようなことを口にする者に信を受けようか。This one has absolutely no power. Anzo.Do you seriously follow this pretentious little prick? 何を言うておる。鳥居殿、その者は影武者だと言うておりまする。こやつはもっと名護を話しておったであろう。それに半蔵、そこもとが事前に話しておったのではないか。何がおかしいんじゃ。まあ鳥居殿、半蔵殿の推挙もあることですし、全く荒唐無稽と切って捨てるもいかがなものかと。拙者に人志案があり申す。何でも敗戦の際、高名な茶器と爆死したとか。茶器と信じるとはさも表下たやつよの。ことのものの価値はわかるまい。主の清絶たる最後、それが引き金となってこの地に魔性の民を生んだか、あるいは引き寄せたか。様の度重なる恩情を不意にしよるとは、一族老頭女子ともども皆殺しにされても構わぬというのか。我らにもはや勝ち目はない。茶器一つで家名がつながるのならば信長に譲り渡せばよいもの。穴裏飯、じりじりになりし我が片割れはいずこに。Who are you? ほう、とつくに人よ。主も見える口か。平雲の茶釜、久方ぶりよ。一服立てて死んぜよ。茶もわからぬか。まあよい。お主に興が湧いたわ。この茶室好きに使うがよい。主君をあやめ、将軍をあやめ、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、主ごときに見えると思うたか。わしのことは男女とでも呼ぶがよい。